最後に、うん、気づきとは何かっていう話をしたいんですけども、うんうん、この筆者、うん、リソさんとハドソンさんですね、うん、はアウェアネスという言葉を使うよと、うん、心の成長へのさまざまなアプローチにおいて重要な用語だよと。このただこの言葉の適切な定義を見つけることは至難の業で、うん、この辺の言い方が面白いんですけど、気づきが何であるかよりも何でないかの方が定義しやすいかもしれませんと、うん、例えば気づきは思考、感情、行動、直感、本能のいずれでもないと言えます、うん、ただこれらのうちどれかあるいは全てを含むこともあるのですと、うん、思考が極めて活発で集中していたとしても、うん、それは気づきと同じものではありません、うん、例えば筆者はこの章で何を書こうかと集中して考えているかもしれない、うんうん、ただそれと同時にこの思考プロセスに気づいていることもできます、うん、また別の時は散歩しながら来たるビジネスの会合について考えていたり、うん、頭の中である人との間でありそうの会話をあらかじめ練習したりっていう、うんうん、私たちの気づきの意識は、うん、あまりにもインナートーク、うん、内なるおしゃべりによって占められていて、うん、自分をそこから区別することができないのです、うん、要は意識してるっていうものが、うん、ただのインナートークのこともある、あ、ことがほとんどだと言ってるんだと思います。けれどもより気づきを持つことで、うん、想像上の会話から一歩引いて観察することができますと、うん、要はこのインナートークを俯瞰から見るんですかね、うん、より遠くから、うん、難しいですね。脳の中のインナートークを俯瞰で眺めると、まあ、より気づきを持つことで、観察することができるよと、うん、同様に私たちは自分の気持ちにもっと気づくことができますと、うん、自分がイライラや退屈、孤独にとらわれる状態をキャッチする、うん、気づきが少ないと気持ちと性格になっ、いや、気持ちと同一化する、うん、要は性格そのままになっちゃう、うん、私は不満だ、うん、私は落ち込んでいる、うん、となってしまいます、うんうん、気持ちは一過性のものであることが分からず、その落ち込んでいるのがそれこそが自分なのだと思い込んでしまうのですと、うん、で嵐が過ぎた後になって実はその気持ちは一時的なものだったと気づきますと、うんうん、渦中にいた時はそれが現実の全てだった、うん、逆に自分の気持ちに気づいている時にはそれが浮上し影響を与え去っていくのを明確に観察できる、うんうん、要は気づきっていうのを持っていると、うん、ああこのイライラとかっていうのは、うんうんうん、一過性のものだね、うんうん、あまた来たと、うんうん、はい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 、うんうん、またおちゃらけが来たと、うん、はいはいはいって、うんうん、できる日がいつか来るのかっていうこのおちゃらけ、うんはい、で私たちはまた自分がしていることにもっと気づくことができます、うん、体が動いているときあるいは休んでいるときの実際の感覚について、よかれやしかれ私たちの体は多くのことを自動的に行うことを学んでいる、うん、あのもう何も考えなくても家まで帰れる、うんうん、帰れる、はい、っていうあまりに気づきを持たないまま、うん、複雑なことがいろんなことが起こる、うん、ただこれら全てに対して気づきを持つことが、うん、持つこともできますよと、うんうん、もちろん、うん、そのやり方として、うんまあ、3つのポイントが今挙げられているんですけど、リラックスし気づきの意識が広がるに任せると自分の関心を引いたものが何であれそれに対するとらわれが少なくなります。それまで恐れや不安を抱いたり無双や空想の中で自分を見失っていたとしても自分がしていることのについて客観性や展望を得ることができるでしょう。その結果苦しみが減りますと。今パラッさらっと読んだので今意味を理解してないんですけど、はい、リラックスし気づきの意識が広がることに任せると、うん、関心が自分の関心を引いたものに気づきそれに対するとらわれが減る、うん、リラックスしろって話ですかね。要は気づ
気づいてるんだっていう意識を広げていくと、うん、例えば何かに関心を寄せている自分っていう、うん、その何かっていうのが分かるっていうことですね、うんうんうん、で性格を意識してないと、うん、この関心を持ったようにバッて引き寄せられてそのまま行ってしまうのだが、うんうん、意識をするとそれに気づくよと、うんうん、で客観性や展望を得ることができるっていうのは、うん、その引っ張られるものを考えることができるっていうことですね、うんうん、いや自らの中で客観性が持てる、うんうん、だから気づくっていう意識を広げていく、うんうん、これ今ちょっと自分できた感じがしてるんですけどどうですか、うん、分からないなるほど、うん、言葉の意味は分かる言葉の意味、うん、まあなんとなく表面的にはなるほど、はい、これは6が勝手に分かったとしているのか、うん、はい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 って、うん、パクって食いついたのか、うん、今腹落ちしてない体調を今不安に思っております、うんはいまあ、こういう部分があるんで、はいはい、で気づきの意識の広がりにより、うん、私たちはいかなる問題や困難に直面しても自分自身の力をもっと引き出すことができると性格のメカニズムによって習慣的に反応するのではなく、うん、新鮮な解決方法が見つかるよと、うん、そうですね客観先ほどの例で言うと、うん、気づく、うん、っていうことでいつも性格で動いていた自分に気づけるので、うんうんもう一段上の段階で自分で考えることができる、うん、からこれまでと違った解決方法は見つかるよと、うん、今僕すごいうまく説明できてると思います、うん、そこが僕多分納得できてない感じですね僕今はあなるほどと思いながらあ、まあ、そのなるほどの先がじゃあ具体的になんだそれは自分で考えるということですねっていうのが、はい、何も見つかってない状態ですなるほどがしっくりきてないあ、はいはい、ちょっと先進んでます、はい、すいませんで気づきの意識の広がりにより、うん、私たちは人や周囲の世界との関係がリアルに開かれます、うん、一瞬一瞬が持つ喜びと脅威に満たされ豊かな気持ちになります私たちが通常不快な体験とみなしているものも気づきを持って体験すれば、うん、極めて異なる質のものになります、うん、とありですね、はい筆者はまた、見るという C、うん、SEE、うん、言葉をよく使いますと、うん、性格のメカニズムを見ることは重要だというように、うんけれども気づきについてと同様何を意味しているのかを明確にしておく必要がありますと、うん、より具体的に言うと私たちの中にある何が見ることシーイングをしているのかと、うん、私たちの中にある何が見ることをしているのかを理解しておくことが極めて重要ですと私たちの何中の何が見ること何が見させているか、うんうん、それが怒りなのか、うんうん、嫉妬なのか不安なのか、うんうん、何がその状態を見ているのかを理解しておくことが極めて重要ですと、うんうん、面白いですねやっぱりうん、僕今面白いとか思いながら、うん、私たちはみんな自分自身について論評したり自分の体験に評価を下すことに慣れている、うん、このような場合性格の一部が別の部分について批判したり論評を下している、うん、それはあたかも次のように言っているかのようです自分のああいうところは好きではない、うん、とか、うん、今自分が発したコメントは素晴らしかった、うん、僕よく言った今言ったやつですね私が、うん、この内なる論評は通常、うん、肥大し、うん、空虚で不毛となる一方の自我構造ひいては内なる戦争に至るだけだと、うん、これは本当に私たちが育てたいと願うようなシーイングではありません、うん、難しい違ったんですねそれすらってとこですよねなんかなるほど見ることシーイングは、うん、単なる知的理解でもありませんと、うん、確かに私たちの知性は一翼を担っているが変容のプロセスにおいて、うん、思考は不要であるなどという気もありません、うん、ただし、私たちの中にある見ている部分は偏在しながら捕まえどころのないものですと時に
内なる観察者インナーオブザーバーや、うん、ウィットネス立ち会い人と呼ばれることもあります。またそれはトータルな気づきであり、生き生きと今ここにあり、さまざまなレベルで体験を把握することができます。うん、難しい。分かったって言った瞬間に違うって言われました。うん、でもまあ捕まえ、でもなんか、うん、一瞬僕はその意識が分かった気がした、うん、違うって言ったんですけどね。ハチコさん、インナートークめっちゃ活動的、心身頭な無遊病状態ですよね。私は目開けて寝てると称しますけどと。ああはいはいはい、インナートークっていうのは体と頭の無遊病状態だと。うん、まあ、だから目開けたまま寝てるっていう状態、自動反応ですよね。多分意識してない、全部通常の状態はみんな自動でオートマチックなんですよ。いつオートマチック。なるほど、パチコさん的を射てますね。世の中目を開けて寝てる人だらけじゃないですか。うん、わらっていうのは多分僕が言うとこれ、うん、ムーブなんで帰ってくるんですよ。まあこれでいくと、はい、みんなそうですよって話ですからね。そうですね、うん、ほぼ全ての人が。リストさんは厳しいですね。そう、通常の状態がそうです。だから健全度が高い状態じゃないと、はい、多分もうみんなみんな眠ってますよって、はい、肝に銘じましょうってことですね。これはで、ハチコさんも、うん、なので大概は寝言という認識わら、うん、もちろん括弧自他ともにと、うんうん、そう、まあね、自分もそうだと、うんうん、大概は寝言だと、うん、寝言言ってんじゃねえという寝言、寝言言ってんじゃねえという寝言だと。、うん、ああそうですね、うん、